動画の可能性はめちゃくちゃあると思います僕は。まあどういったその視点から可能性あるって感じてるかというと、まあまあ僕がですね、そのあんまりこう人と会って自分をこう表現するとか何かこうアピールするっていうのがすごい苦手なんですね。はい。で、まあ動画を始めて編集とかしていくうちに、あ、なんかこの自分が伝えたいメッセージとかなんかそういったものを盛り込んで編集ができる、一つの動画にできる、でそれを、YouTube でアップして流す、もうそれがなんか自己表現の一つだなっていうのをすごい感じて、だから今そのこう表に出たくないとか、まあ不登校の子だったり、なかなかどうこう自分を表現したいけどどう表現していいかわからないっていう人とか、こう、うん、なんかそういったなんか本当は自分の思いがあるけどなかなかこう口に出してこうなかなか言えない人にとってめちゃくちゃ可能性はあるなっていうのはすごい感じました。はい。まあその編集の上手い下手はもう関係ないんですよ。はい。いかにその内容の質が高いかどうかが求められてくる時代なので、これからはだからまあ全然そのなんだろうな、別に無理に面白いことをやらなくてもいいし、内容に意味があればもう全然いいんですよ。それでまあ今そのあれですね、結構 SNS に関してまだ大人の方たちにこうなんて言うんでしょうね、まあ、教育がまだそのちゃんとされてないというか、ただ単に学校とかで危ないものだよっていうだけで、何がどう危なくて、じゃあどう使えば危なくないのかまでは知らないんですよ、ほとんどが。ただ単純にまあニュースとかになってるそういった情報だけで判断してしまう。で子供はやっぱりそれでまあそれを信じちゃうんで、危ないんだじゃあやめようとか、まあそうじゃない子もいますけど、だちゃんとしたその SNS の教育ってものもしっかりとしていくべきなんじゃないかなっていう。それこそこれからはその本当に人間とデジタルの融合になってくるので、なそのデバイスがどんどん変わっていってよりもっとデジタル化していく中で、スマホを使うなとかいじるなとか SNS は使うなとか、なんかそういったものをなんか悪いイメージばっかり持って、結果的にじゃあそれを活用しなきゃいけない時代になった時に使えない人たちが増えてしまうと、とんでもなく大変になってしまうので、だそういったまあ子どもの教育ももちろんあれなんですけど、そういった大人たちの教育知識をもっと増やしてほしいなっていう。はい。ただ単純にそのまあもちろんその限度とかその辺もちゃんと使い道として、こういうやり方だったら危なくないよとか事件に発展しないよとかで、こういうやり方危ないからこれだけは避けてねとか、なんかそういったちゃんと判断できるものを提示してあげると、あ、で子供たちはあ、じゃあこういうふうに使えばいいんだねとか、そういうふうなのが見えてくるので、間違った使い方をする人がどんどん減っていくんじゃないのか。ただそれをダメだって規制すると、何のための SNS のツールかっていうのが全くわからなくなってしまうので、ある意味 SNS はもう自己表現の一つになっているので、そこにある世界観っていうのを自分でもう作り出すことができるので、こう本当に何かこうもがいてる人とかそういったものの支えにもなるんですよね、 SNS っていうのは。そういった意味でいろんな可能性を秘めているものなので、僕は本当に動画含め SNS の可能性っていうのは
かなり大きいなっていうふうに感じています。